はい、じゃあ今から2学期の期末テスト英語の、説明をしていきます。はい、じゃあまず最初単語からです。1番かっこ1番 scared ですね。 scared、 はい、これ怖がってっていうふうに書いてないとべきでした。scared は、主語が I とかの時にね、よく使えます。 I'm scared って言います。この ED で ED のこの形容詞と ING と使う形容詞があるんですけど、人が主語でね、僕は怖がってますよっていう時には I'm scared って言います。で、お化けが怖いですよっていう時には The ghost is scaring、 The ghost is scaring っていう風に言います。はい、Repeat、 I'm scared、 The ghost is scaring、 I'm excited、The roller coaster is exciting。 はい、じゃあ次行きましょう。はい、2番 Disaster ですね、災害です。3番 Resident、 はい、これはね、住民ですね。よくアパートとかの名前で Resident っていう名前があるんです。何々 Resident っていう名前があるんですけど、まあそういうものですね。住むところなんだけど、まあ、人のことを指します。住民って感じですね。4番Independence ですね、独立とか自立とかです。 Independence っていう風にスッて終わってるやつは名詞でした。 Independent は形容詞ですね。次いきます。5番 Accept ですね、受け入れるですね、受け入れる、許容するとかね、許諾するとか、そんな感じです。動詞です。はい、6番、怒った、 Angry ですね。書いてきますね、この辺にちょっと。はい、あれ使わない。 angry、 はい、これ angry ですね。7番 fight、 fight 動詞です。で、 angry は形容詞。はい、8番配る、 hand out、 hand out ですね。9番ついに、やっと、 finally、10番調査、 survey、 はい、こんな感じです。 angry、 fight、 hand out、 finally、 survey でした。はい、できましたかね。よいしょ。はい、次行きましょう。よいしょ。はい、次行きましょう。次の熟語が完成するように括弧内に適する下の語群から、適する5下の語群から選び記号で答えなさい。ただし、同じ記号を複数回使ってもいい。うん、7個しかありませんので、8問あるから絶対複数回使うに決まっとるよね。まず1番ですね。何とかの場合には、in case of ですね。in case of。はい、次2番。外へ出る。get out。次、3番。戻る。go back。go back。Go back。 よいしょ。よいしょ。4番、続ける、 Go on、 Go on、 Keep on、 Continue、 似てるよねって言って、教えたやつです。できます。その当時、 At that time ね、立ち上がる、 Stand up、 何千もの、 Thousand ofその頃は、 in those days って感じですね。はい、これを記号で書いてくださいなって感じです。はい、じゃあ次行きましょう。3番ですね。次の文章の括弧内から最も適する語を選び記号で答えなさいって感じですね。はい、まず1番ですが、 I like、 ね、this song starts って書いてあります。 what か where か how かなんですけど、間接疑問文にしなさいよってことです。Where this song starts? この歌がどこで始まるか。うん、ちょっとよくわかんないね。What this song starts? 全然意味がわかりませんね。で、How this song starts? この歌がどのように始まるか。好き。この歌の始まり方が好き。ですね。I like how this song starts. この歌の始まり方が好き。
疑問詞プラス SV で間接疑問文だよねっていうふうにやりましたね。SV って感じです。次いきます。はい。次。今度は高知就職。Do you know the girl? 女の子知っていますか？どんな女の子か。Walking with Lisa. Walking with Lisa. リサと一緒に歩いている。ね。Walking with Lisa. あ、これ変な話しました。あ、なんだこれ。ちょっと難しいですね。まあ、いや、Walking with Lisa が、ガールを就職するよって感じですね。ウォーキングウィズリサがガールを就職します。リサと一緒に歩いてる女の子でした。はい、次ます。はい、It's なんとか awesome to put into words ですね。はい。これ、to 構文っていうやつですね。これです。あ、これはこれ。あ、これはこれ。ね。It's too awesome. すごすぎるとかね。素晴らしすぎるって感じです。to put into words。言葉にするにはですね。言葉にするには素晴らしすぎる。素晴らしすぎて言葉にできないよっていうやつですね。It's too awesome to put into words. はい。to プラス形容詞プラス to do で何々すぎて何々できない。この字は何々すぎて何々できないって意味でした。授業の中で大きなハンバーガーの写真をこうやって出して、これね、こういう風なやつ出して、でかすぎて食えないっていうやつをやったと思います。どうやって言うと思いますか？ It's too big、 でかすぎるで食べられない。 To eat、 It's too big to eatっていう文章をやったと思います。思い出してくださいね。はい、じゃあ次行きましょう。消しゴム。よっ。よっ。よっ。はい、次行きます。はい、We didn't know. なんとか to go. はい。これはね、疑問詞プラス不定詞です。で、どこに行くべきか知らない。ね。We didn't know where to go. どこに行くべきか知らないって感じですね。Where to go. どこに行くべきか。How to do. どうやってやるか。What to do. 何をするか。みたいな感じです。はい、じゃあ次行きましょう。はい、It's important. ちょっとごめんなさい。これ消えてますね。はい。It's important.これ本当は for everyone だったけど for me っていう風に言っちゃいました。はい、これね、まあ、どっちもいいんですけど、これ it is 構文ってやつですね。はい、 it's 形容詞 for 人 to do ですね。はい、人にとって何とかすることは何とかだ。人にとって何々することは何々だですね。はい。なので、私にとって、for me、for me、私にとって、助け合うことは、本当はエブリワンだったんだけど、まあ、間違えちゃった。重要だ。っていうやつになります。It's important for me to help each other. はい、こんな感じでした。はい、最後。6番ですね。6番は、よいしょ。よっ。6番は、That's very kind of you ですね。That's very kind of you。はい。これも、It is 構文みたいな感じで、実は使うよって感じです。だけど、この kind みたいなのは、人の性質を表す言葉は、後ろに of を取るよっていうことを言いました。なんでかっていうと、of っていうのは、こういうふうにびっくり箱があって、ここからボヨーンと出てきてこんな感じ、これがオブのイメージだよって言ってね、くっついているんだけど離れようとしているみたいな感じ。つまりこの箱が U だとしたら、この kind っていうのは
この U っていう箱から飛び出てきた性質なんだよねって感じ。あなたの性質なんだよね。あなたの優しさ。あなたの優しさだよねって感じ。あなたから出てきた優しさだよねって感じです。That's very kind of you って言ったら、ああ、それはあなたから出てきた優しさですね。あなたって優しいですね。ありがとうございますっていうような意味になります。感謝していますっていうような感じになります。はい。人の性質を表す形容詞って何があるかっていう、例えば、smart、ね。It's smart of you. 君、それってあなたの賢さだね。みたいな感じですね。例えば、この後に、to do、it's smart. 賢い。君は賢いね。of you. 君の賢さだね。とかいう感じです。to do that.それをするのは君の賢さだね。それをするなんて君は賢いんだね。みたいな文になりますよって感じです。なんで性質を表すときはここがオブになるよって感じ。It is 構文みたいになるんだけど、性質を表すときにはオブになるよ。うん、他には例えばもっと、stupid って言ってね、バカとかそんな意味とかね。あと何や、careless とかね、注意深くないって意味ね。careless。注意深くない。みたいな。うん。ちょっと、軽薄だとか、まあそういう感じの言葉。ね。It's careless of me to make mistake, for the test か。It's careless of me to make mistakes for the test. テストでミスをしてしまったのは僕の不注意だ。みたいな感じ。こんな感じで使うのが、この of。ってやつですね。はい、じゃあ次行きましょう。はい。次の文章を並べ替えたとき、2番目と5番目に来る、記号を書いてくださいという感じですね。はい、まず最初ですね、こういう問題をまず主語から探していきましょうって感じですね。そうすると一番最初は I。I。次、2番は動詞を探しましょう。はい。I like。はい、これですね。次、目的語がありそうだね。like だから。I like 誰々さん。なので、girl。I like a girl ですね。で、この後にね、who と smiles と a lot っていう風になってるんですけど、関係代名詞だなってことで、I like a girl who smiles a lot。I like a girl who smiles a lot ですね。って感じです。ちょっとこれで書くと分かりにくいかな。字で書いた方がいいかな。はい、I like a girl. 女が好きです。どんな女? Who smiles a lot? ね、ここがないから、これは S 内の文だよって感じですね。I like a girl who smiles a lot. はい、これ塊って感じ。はい、これが S、これが V、これが O っていうような感じになっています。よし。いいよ。次行きましょう。はい。まあ、これクエスチョンマークついてるから、で、do が書いてあるもんで、多分聞きますねって感じでね。だから、do you?Do you ですね。次、動詞、no。はい。次、目的語が来るんだけど、how があるから、で、to もあるし、make があるしって感じだから、how to make。how to make tempura。Do you know how to make tempura? ですね。不定詞プラス、不定詞。あ、違う、間違え。疑問詞プラス不定詞。疑問詞プラス不定詞。はい。上にあった where to go と同じような形をとっています。how to make で作り方。how to make tempura で天ぷらの作り方です。これが目的語。do you know how to make tempura?U が S、No が V。How to make tempura が O です。はい、っていう感じです。
関節疑問文と間違えないように How to make tempura って言い方がありますねって感じですね。おい、じゃあ次行きましょう。はい、3番よし。はい、3番、まず主語を探し、というか主語を探してもいいんですけど、 look ってあるもんで、なんとか見てねって言えばいいのかなって感じ、命令文かなと思います。で、 at もあるからね、 look at、 これなりそうだよねって感じです。だから look at まずね。で、何を見るかっていうと、女を見ろの。Look at the girl。 どんな女？ Wearing、 つけている Black sunglasses。 ね、The girl wearing black sunglasses、これ正答率がすごい高かったやつです。今回のテストはどうだったかな、ちょっと忘れちゃった。はい、命令文ですね。まず V ですね。で、まあ、at の目的語が、look at の目的語が、これ。look at の目的語が、the girl wearing black sunglasses っていうふうになってます。次行きましょう。はい。次は、the music、主語は the music が、だね。名詞が1個しかないから、the music が主語になると。これね。the music。はい。the music is very beautiful っていうのが単純な文だよね。the music is very beautiful。 だけどその the music がどんな文かって説明されてる感じで、 used、 the music used in the in this movie、 in this movie。 はい、 the music used in this movie、過去分詞なので何々される、この映画で使われている音楽は is very beautiful。 はい、こんだけで主語、 the music used in this movie が主語、is が動詞、very beautiful が保護です。SVC の文。The music used in this movie is very beautiful って感じです。はい、じゃあ続きましょう。はい、次。はい、let's って書いてあるもん。絶対これが最初ですね。let's。はい、let's。何々しましょう。はい、動詞、use。let's use。はい、で、何かを使いましょう。はい、the carrot を使いましょう。Let's use the carrot。はい、どんなキャロットか、left、加工分子、in the fridge。in the fridge。はい、って感じですね。はい、これはちょっとめんどくさいな。本当は let us use the carrot left in the fridge なんだけど、ちょっとめんどくさいので、まあ、いいや。ちょっと分析するのやめよう。the carrot left in the fridge で就職。で、ここが塊だよって感じ。fridge っていうのは冷蔵庫ですね。冷蔵庫の中に残された人参を使おうって言ってますね。冷蔵庫の中に残された人参を使いましょうって感じです。はい、次行きましょう。はい。はい。まず、クエスチョンマークがついてるもんで、疑問文。で、did があるもんで、で、疑問詞ないもんで、多分この did が最初。did you。まあ、did you か did he かわからないんだけど、この was looking for がセットになるね。
was looking for が、あ、じゃあ he was looking for かな。he was looking for っていうのがセットになりますから、まあ、ここは、did you find になるね。で、見つけましたか？何を？ The pen. Did you find a pen? ペンを見つけましたか？どんな？これ、that とかないか、関係代名詞ないけど、オーナーさんの文。He was looking for ですね。はい。looking for のここに本当は目的語があるんですけど、これが O がない、その目的がどこにあるかっていうと the pen のことね、これが目的語ですよとですね。はい、後ろの文はこれが主語で was looking for が動詞だとして、これが目的語で、こんな感じ。オーナーさんの文だもんで、ここの that がね、本当はここに入ってもいいんだけど、入らなくてもいい、入っても入らなくてもいいって感じ。全体で言うと、これが主語で、find が動詞。Did you find? 見つけた？何を？ The pen。あ、これは目的、全体で目的ね。全体で目的。The pen he was looking for って感じね。Did you find a pen? ペン見つけた？どんな？ He was looking for。探してたやつ、彼が。って感じの文章になります。はい。簡単ですね。次行きましょう。はい、次ですね。There are とかありますね。もう最初からくっついてる。There are many things。これセットになりそうだね。まず主語は主語っていうか、最初は there。主語じゃない、これは。many things。この many things が主語なんですけど。で、この many things がどんなかっていうふうに修飾するんだけど、that がここにあるもんで、that とりあえず入れとく。There are many things that 次またこの主語が来る。I。で、動詞が来る。want to。I wanna do。はい、こんな感じですね。There are many things that I wanna do ですね。There are many things that I wanna do. はい。ドラキチイングリッシュでもありましたね、ちゃんと。はい、many things を that I want to do が就職をしています。ここに本当は do なんちゃらなので、do 何々をするなので、O がない。って感じ。ここ S があって、want to do、 まあここめんどくさいからこう want to do までこう V にしちゃうか。うん、まあ本当は違うけど。で、many things が O になるって感じ。ここに O がない代わりに many things が O になってますと。なんでこの that は本当はあってもなくてもいいけど、これ並び替えなんで that をちゃんとここに入れましょうねっていうふうになるね。で、これ塊に。Many things that I wanna do. これで塊。私がしたい多くのことっていう意味になります。があるよって言ってます。ここが主語です。私がしたい多くのことがあるよ。これが動詞。はい、じゃあ次行きましょう。はい。はい、What's this? で、Please tell me をつけて間接疑問文にって言ってます。間接疑問文は疑問詞プラス SV でした。はい、まず Please tell me。と、What this is? 簡単ですね。はい。疑問詞プラス SV。こういう順番にすればいいだけだったね。Please tell me what this is. って感じね。そんな感じです。はい、次行きましょう。おお。はい。The Indians bought expensive salt. で、これ授業でも先生が今日説明したけど、これを間違えてる人がすごい多かったですね。
しなければなりませんでしたっていうので、過去形にしましょうって感じですけどね、なんとかしなければならないっていうのは have to とか must を使うっていうふうに習ってきたと思うんですけど、それを過去形にするとしたら had to って言えばいいんだけど、 the Indians had to。 はい、ここが問題ですね。 by です、ね、boat ってそのまま書いてる、 boat って書いてる人がいましたけど、 by です。 expensive salt。 はい、って感じです。はい、had to buy、 ここは不定詞ですので動詞の原型でなくてはいけません。はい、って感じです。で、変な人は、The Indians must boat とかやった人がいるんですけど、must boat はもうくしゃくしゃですね。must はまず過去形になり得ないし、で、その must は助動詞なんで、助動詞の後も動詞の原型だから、must buy と言ってはいいけど、must boat はできません。ね。で、しかも must を過去形にすることはできませんので、この場合は had to というこの言い方をしましょうねという感じです。さらに動詞の原型ということに気をつけてねっていうところですね。はい、じゃあ次行きましょう。よし。はい、次行きます。これもできませんでしたね。Do you want me to carry an umbrella? ですね。Do you want me to carry an umbrella? would を使って丁寧な文にしなさいって感じです。want to do っていう時には、まあ、この時には would like っていうのを使うんですね。例えば、これ授業でこんな風に説明しました。飛行機に乗った時に、flight attendant の人が、お茶いかがですか、コーヒーいかがですかって言ってくるんですね。その時に、would you like some tea or coffee?Would you like some tea or coffee? が、下がる。Would you like some tea or coffee?っていうふうに聞いてくるよって言いました。それでコーヒー欲しいですか、お茶欲しいですかっていうふうに聞いてるよってところだったね。で、これ別にその後が、動詞が来ることもできる。その時は、want と同じように不定詞を取るんだよって感じね。例えば、サッカーしたいですか ?Would you like to play soccer?Would you like to play soccer?、ムービー見たいですか ?Would you like to watch a movie?Would you like to watch a movie?感じです。これ want で言うと Do you want to watch a movie? Do you want to play soccer? ね、短く言うと Do you wanna play soccer? Do you wanna play soccer? っていうようなやつだったねって感じです。で、want で want to do っていうのがあったよね。で、例えばあなたに勉強してほしいという時は I want you to study I want you to study っていうふうになった。 I want youstudy になった。 want 人 to do だったね。 want 人 to do であなたに何とかしてほしいとか、なんかこれを例えばこうね、 I'd like you to study I'd like you to study っていうふうにもできるよって感じですね。 I'd like you to study、君に勉強してほしいんだよっていうような感じになります。なのでこれを疑問文にしたやつがこれ。Do you want me to carry your umbrella? の疑問文は Would you like me to carry your umbrella?はい、僕に傘を運んでほしいですか。 Would you like me to carry an umbrella? でした、はい、Would you like want me? ってやった人がいますけど全然違います。はい、じゃあ次行きましょう。はい、今度は一文にするやつだよって感じですね。これ何回も練習したやつです。 The map is useful. It is made by students って感じですね。The mapこれが made by students。
スチューデンツによって作られたマップ。What is it used for? ね。The map を made by students が就職して、こうなって、これが主語。The map made by students が主語。is が動詞。used for が保護になっています。こんな感じ。The map made by students is useful って言えば OK って感じでしたね。で、これは関係代名詞で表すこともできます。一文にっていう指定だもんで、ここにね、which was とか、the map which was made by students is useful か、that was。the map that was made by students is useful という関係代名詞で言ってもいいですよという感じです。一応ね、the map which is made by students とか、the map that is made by students っていうふうに言ってくれた人がおったもんで、そういう人も一応丸にしました。まあ、過去形の方がいいと思います。よいしょ。次いきます。She's the nicest person I've met her in Japan ですね。はい。これを一部にしなさいって。これまた間違えてる人がおるけど、これ、なんだ。テスト前にやった小テストの時に、このパターンがめちゃくちゃ間違えてる人がおって、あかんよと言ったやつでしたね。その文を覚えてないんですけど、でもやることは一緒です。はい。ここの文ね、I've met her ですね。で、nicest person が her なんです。nicest person、ね、が her ですって感じです。なので、これは関係代名詞、目的格か、もしくは、関係代名詞つけずにそのままね、SV の文がくっついてくよってやつです。うん、省略されてるやつ。なので、まず、She's the nicest person。この文章の内容はどうでも、まあ、いいよね。She's the nicest person. 一番いい人だ。です。どんな一番いいの ?that はあってもなくてもいいんだけど、I've met.で、目的語がない。O がない。in Japan。O 内さんの文だよって感じ。She's the nicest person. を、that I've met in Japan が就職しています。で、塊ができましたねって感じ。で、ここのさ、O がないよって書いてるときに、ところに、また her って書いてる人がおる。何回言ったら治るかちょっとわかんないんですけど、O がないよっていう文です。だってここの the nicest person っていうところにあるよ。これが her なんだよ。だから2回言う必要ないもんで、言わないんです。the nicest person that あってもなくてもいい。the nicest person that I've met in Japan. the nicest person I've met in Japan. she's the nicest person I've met in Japan.っていう感じになるよ。はい。次行きましょう。うん。いいよ。はい。次は簡単ですかね。みんなできてたかな。He's respected by the people that fight for human rights. はい。The people と they が一緒だよって感じです。で、これはだもんね、ここ主格だよね。主語が。一緒だもん。だもんで、ね、まあ、簡単に言うと、これを風にすりゃいいだろう、これ。こんな感じ。He's still respected by the people who fight for human rights. He's respected by the people who fight for human rights. ざっとでもいいですけど。はい。なので、the people っていうのを、who fight for human rights が就職して、こういう塊になると。感じです。そんな感じでした。よし。とりあえず一回ここで切ります。うん。